はい。えー、どうも、不明だよです。今回ですけれども、えー、ジョンプニーさんからですね、えー、リーク情報が届いておりまして、えー、今回は紹介していきたいと思います。私のツイッターと、えー、ジョンプリーさんのツイッターの方、をぜひ、えー、ツイッターフォローよろしくお願いいたします。はい。概要欄の方にね、えー、書いてありますのでよろしくお願いします。で、まあ、ね、明日、 確定したかなというところが、まあ、これで、まあ、情報がね、わかるかなと思いますけども。えっ、ー、と、まあ、今回もね、えー、ま、速報ということで字幕はなしでいきたいと思います。よろしくお願いします。で、これがね、バナーになります。ピーターパンから、えー、この2つムが出ますよというところになっております。で、えー、新ツムイベントで有利を進めよう。今月の新ツムには全てボーナスがつくよということで、ウェンディとジョンが、えー、新しく確率アップで来るというところになっております。少女、 ボさと優しい母性を持つ女の子、画面中央のツムをまとめて消せよということで、まあ、中央消去ですね。で、次、下がね、ジョン、メガネと帽子を身につけた理屈っぽい少年、ランダムでツムを消せよということで、ランダム消去となっております。で、ジョンに関しては、スキルまでね、固定消去34というのは確定しているんですけれども、これを見る限りだと、期間限定という記載がないので、まあ、常駐になってしまうんですよね。ということで、もう、 また常駐枠が増えると、え、いうところになっております。辛いね。てか、ピーターパンのさ、ツむって、全部常駐じゃないですか。地味に、地味に間違うんか。地味にピ,キピノキュウや。<laughs> 地味にピノキュウや。ピーターパンのキャラ全部常駐やね。フック船長も常駐だよね、多分ね。そう考えると、 ま、ピーターパンが一応強いんで、まあ、フック選手も強いんですけども、まあ、あの、弱い、めちゃめちゃ弱いかっていうと、まあ、そうではないと思うんですけども、まあ、ちょっと常駐となってしまったので、まあ、ここ最近で言うとワートが、ま、常駐の中でかなり強い、えー、つむでありましたけれども、まあ、それを超える性能を持ってほしいと、えー、思います。まあ、ジョンですね。特にジョンが、えー、特に、えー、超えてほしいかなと思います。 で、えー、こちら、えー、次の情報がですね、まあ、こんな感じで確率アップは来ますよということで、8月17日月曜日10時59分までということで、ま、あ14日、14、15、16、17ということで、まあ、4日間開催っていうのが濃厚となっております。明日ですね、えー、10時半から新ツム確認会ライブやりますので、ぜひ遊びに来てください。私はね、本当は、バーベキューだったんですけども、バーベキューは遅刻して参加します。 はい。本当はね、本日8月13日からだと思ったんですけども、新ツムが、ここで空白入れんなよと思って、マジで。<laughs> もう、頼みますね、というところなんですけど、うん、まあ一応ね、新ツム来るということで、まあちょっとね、こちらは、まあ、自分 YouTube 近い入れてるので、えー、ちょっと今回は、はい、えー、こんな感じで行きたいなと思っております。ぜひね、遊びに来てください。よろしくお願いいたします。ということで、えー、最後までご視聴。 ありがとうございましたぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそれではバイ